こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。ということでですね、今回はこちらですね、お金の勉強、貯金のお話ということで、これパート2、続きの動画ですね、なります。はい。で、今回はですね、人生にかかる三大出費ってご存知ですかね。これ3ってこう出しにくいんですよ。三大出費、ご存知ですかね。こちらがですね、一つ目がまず教育費ですね。で、二つ目が住居費、こういった住む家ですよね。で、三つ目がですね、これ老後の資金ということですね。これがまあ人生における三大出費ですね、なるということです。で、これ一つ目からちょっとね、一つ目、教育費ですね。こちらからやっていきたいと思います。で、まあ教育費っていうとですね、まあ子供かなと思われる方も多いかと思うんですね。まあそれも当たってます、合ってますね。で、うち子供いないしね、結婚もしてないから、ここは助かったなって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、まあそうでもないっていうお話をですね、こちらもしていきたいなと思います。はい。ではですね、教育費の方。まずお子さんですね、子供にかかる教育費としては、まあ子供が生まれますとですね、生まれて5歳、6歳になるとですね、小学校に行きますよね。で、小学校、公立に行った場合が32万ぐらいかかると。で、私立に行くとですね、これが桁が変わりまして160万ぐらいかかるということなんですね。で、この他に、やっぱりですね、塾とか、まあ、お小遣いっていうのが必要になってきますよね。これはもう、しょうがないところですね。まあ、お小遣い少し減らしたとしてもですね、まあ、全くダメってことはできないと思うんで、あと、まあ、課外活動とかね、少年野球とか、まあ、サッカークラブとかね、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういうものも必要かなと思います。まあ、これですね、だから32万だけではちょっと足りないかなってところですね。はい。で、やっぱり18年後とかになるとですね、高校卒業してくると、次、大学に行ったりとかですね、専門学校とかね、そういった形でお金がかかってくる可能性もありますよ、ということです。これが子供にかかる教育費ですね。で、子供がいない家庭ですね。これじゃ何がかかるのというところなんですけども、自分にですね、自分にかかる費用、教育費ですね。これが必要ですよ、ということなんですね。はい。これはですね、何かって言いますと、まあ、30代、40代になってですね、まあ、自己育成というんですかね、そういったものをしていかなきゃいけないというのはですね、やっぱりですね、今職場に大体同じ感じの人たちがいると思うんですけども、その中でですね、同じようにやってると同じなんですが、そうではなくてですね、やっぱりこう、コツコツと30代からですね、自己育成してる人とそうでない人っていうのは、かなりこう、差ができちゃうんですね。で、それがまあ二極化みたいな形でこう出てくると言われてるんですね。なので、まあ30代ぐらいから30代40代からですねの自己育成がまあこれ必須になってくるということですね。じゃあこれどんなものがあるかってことなんですが、まあ何でもいいと思うんですよね。まあ通信講座でね、ユーキャンで勉強してみてもいいですし、あとはファイナンシャルプランナーとかね、そういった方とちょっと契約っていうんですかね、してですね、お話をこう常に聞ける状態で作っとくとかですね。はい。あとはこうビジネスセミナーとかね、ありますよね、今ね。最近流行りの、なんていうんですかね、オンラインサロンとかね、そういったものでもいいと思うんですよね。まあ、情報商材っていうやつを買ってみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、これでですね、まあ、年間に大体50万から100万ぐらいですね、こう使っていくっていう、まあ、惜しげもなくそこはですね、使っていくっていうのが必要になってくるわけなんですね。はい。情報を取っていくっていうことですよね。はい。で、やっぱりですね、まあ、そうは言ってもね、今仕事、忙しいし、その仕事っていうのも高度なことをやってて、そこでですね、自己育成ができてるよって方もいらっしゃるかと思うんですが、実はですね、それでは不十分なんですね。なんでかって言いますと、これね、みんな同じなんですよね。みんな大変な仕事してるんで、あんまり変わらないっていうことなんですよね。だから差ができないんですよね、うん。で、やっぱりこの、じゃあその仕事が終わっちゃった時に、どうするかっていうと、やっぱりその、そこの職場では、もう活かせる技術はあったんですけども、そうでなくなると、やっぱり、もう対応ができないということが結構あったりするんですよね。なので、やっぱりですね、自分でこう、何かこう生み出していけるようなね、こう自己研鑽というのが必要になってくるんですね。自己育成というかね、そういうものが必要になりますということなんですね。はい。プラスアルファで、どれだけこう、その今の仕事以外に、時間とお金がかけられるかというところが、まあ、焦点になってくるかなというところですかね。はい。ということですね。これが、まあ、お子さんいない場合の教育費ですよね。はい。次ですね、住居費。こちらがですね、住居費っていうのは、まあ、賃貸の場合と、持ち家ってなんかよく言いますよね。あります。
今回はですね、賃貸モデルで考えてみたいと思います。まあ、持ち家もですね、大体トータルでは同じぐらいになるんですけど、なってくるんですけども、まあ、今回も、賃貸モデルということで行ってみたいと思います。家賃が大体6万円としたときですね、まあ、年間72万かかって、10年だと720万かかりますよと。で、これ40年住み続けると、まあ、大体3000万弱ですね。まあ、大体3000万としましょう。3000万かかってくると。こういうのが、まあ、住居費ですね。はい。で、あと最後の3つ目ですね。3つ目。はい。で、この3つ目がですね、老後の資金ということで、大体まあ老後、そうですね、15年、まあ、65から80歳としてですね、考えると、まあ、年間240万ぐらい必要かなというところですね。まあ、これ、月額が20万と考えると、240万ぐらいになるということなんですね。なので、まあ、60とか65までにですね、前の動画でもお話しした通りなんですけども、やっぱり、まあ、3000万の後半から4000万ぐらいないと、ダメなのかなっていうところなんですね。はい。まあ、これですね、年金と合わせてっていうことですね、なってくるということですね。で、これをですね、急に作るっていうのは難しい、2000万作ってくるっていうのは難しいんですが、30代、40代からですね、コツコツと計画をしてですね、いくと。で、具体的にはですね、じゃあ30代で、500万貯めましょうと。ですね。じゃあ40代になってもう500万貯めると。これで1000万になりますよね。で、50代でもう500万ですね。これで1500万になって、最後の60代で、500万貯めて、ちょうど2000万ということですね。まあ、こういった計画を立てるっていうのが非常に重要になってきますね。はい。で、まあ、そうは言ってもね、やっぱりこう、じゃあどうやって貯めていくのって話になってくるんですが、今、まあ、平均給与っていうかね、年収っていうのが、まあ、400万を割ってきて、まあ、350万とか言われてますけれども、まあ、じゃあ350万としましょう。で、350万でですね、1年間300万で暮らせれば、まあ、いいわけですよね。50万あと貯金ができるっていう単純になるわけなんですけれども、それをですね、なかなか家族がいたりしてですね、できないって方も多いと思うんですね。そうなると、350万のその収入以外にですね、他からやっぱりこう持ってこないといけないんですよね。50万持ってこないといけない。で、50万っていうのは、月額にすると4万円ぐらいなんですね。4万円毎月他からこう持ってくるように、するということが必要になってくると。で、4万円ならできそうなんですよね。で、じゃあ今月からやりましょうって言ってですね、いきなり4万円っていうのは、難しいんですが、これね、アルバイトに行ったりとかではなくて、自分でこう、自分でこう稼いでくるっていう感じですね。どっかコンビニとか行ってアルバイトしてっていうのもまあいいんでしょうけども、最終的にはですね、自分で稼いでいくっていう方がいいのかなと思います。で、これをですね、まあ考えていくっていうのが必要かなと。最初はまあ2000円ぐらいでもいいと思うんですね。月今月2000円だけだったとかね、あると思うんですが、まあそのうちやっぱりこう、徐々にですね、1万円になったり、これ3万になったりですね。だから4万が上限じゃなくて、今月10万だったってこともあると思うんですよね。はい。まあ、そんな形でですね、やっていければいいのかなと思いますんで、自己研鑽というのはやっぱりこう、いずれにしても必要になってくるということなんですね。だから教育費っていうのは重要だなというところですね。はい。ということで、お金のお話ということで、2本にわたってですね、お話ししてきましたけれども、今後もですね、このお金について、いろんな角度からですね、お話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。さよなら。